はいどうも、こまみりですえー、前にね名古屋行った時にさなんかあそこ変なご飯いっぱいあんねが <laughs> 変なご飯いっぱいあってさなんかたまたまねあの目に入ったさあ,のあんかけパスタっていうのをさ初めて食べたわけよ、うん、パスタとあんかけの組み合わせ、うん、謎いよねなんかやたらめったら有名らしいっていうか人気らしいんだけどさまあ入って 普通に、えー、食ったわけよそしたらさ全く味せんの、うん、その店が悪かったんかな全然味せんくてさ、うん、パスタ、うん、じゃあカメはなんとかそのパスタとかの味するんやけど口に入れた一発目何の味もなくってなんかかんだ噛,噛んだらやっと味が出てきたなみたいな,なんかスルメ状態になってってさ、うん どういうことやと思ってよう考えてみたらさパスタまあナポリタンやんねナポリタンをさあんかけでコーティングするわけようんそしたらさ <laughs> 表面はあんかけなわけやんあんかけってあの一応味はついとるけど火を通すことによってその味なんて死ぬわけやねんか <laughs> だからねただそのあの 無色透明というかあのパスタの味を本当に意味で閉じ込めるだけのコーティングを貼っとるっていうだけなんよね。そりゃそれ,はそれは味せんわと思って全然味せんの。うんあの 正直、二度とは食べたくはないね。あれはお金払って食うもんじゃないわ。うん。まあ皆さんはね、あの、これを聞いた皆さんは、ちょっとね、面白半分で食ってみればいいと思うし、ちゃんと味のするあんかけパスタやあったら、なんかコメント欄に書いていただけると、ね、あの気が向いた時に人の金で、えー、食べたいなと思いますんで、よろしくお願いします。はい。以上、コマメリでした。良い一日を。